悔い改めなさい。それはあなたにとって呪いではなく祝福である。もうあなたは完全に許されている。全く許されていることを覚えなさい。あなたが悔い改めるとき、あなたのうちに許しがやってくる。そしてあなたは自由になる。そして私はあなたを全く新しいステージに導いていこうとしわれます。愛する子よ。いつまでもそこにいて苦しんでいてはいけません。私はそれを痛むとしわれます。 悔い改めることはあなたにとって祝福、恵み、喜びがい何者でもない。なぜならあなたはもう既に許されているからです。あなたが悔い改めるとき、あなたの血に許しがそがれ、そして救いがそがれ、喜びがそがれてくる。私はもうあなたのために既に新しいステージを用意し、道を備えていると主はやります。恐れることなく、ためらうことなく、大胆に信仰の足を踏み出していきなさい。真実の悔い改めを持って自由になりなさいと主は抑えます。 私はあなたを全く新しくしようあなたを必要としている場所があるそしてあなたが生かされる場所がある私はそこにあなたを導きあなたを力強く豊かに用いていこうと主は恐れます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して目を離してはなりませんあなたの人生のうちに良きことを始められた主はこの完成までこの天まで導かれることを覚えなさい それ今、許されている困難やさまざまな攻撃のただ中で、私を認めていきなさい、その向こう側にいる主を透かして見ていきなさいとしわれます。ペタロのように、招かれても変わらず、こいつはどうですかとヨハネのことを気にしたように、周りを見てはいけません。まっすぐに私に目を向け、私に心を定めなさい。私はその時あなたに語ろう。 御言葉を開きながら他のために読んではいけません。メッセージを聞きながら他の人に聞いてはいけません。あなた自身のために耳を傾けなさい。私はあなたに語り、あなたに注ごう。そしてそれはあなたを通して人々に流れていく。私はあなたを管として力強く用いていこう。まずあなたが聞きなさい。私はあなたに語ろう。あなたに示そう。そしてあなたがついてきなさい。あなたが従うとき、あなたの従順が完全になるとき、 私は不従順を罰するよりはできています。愛する子よ、人々のことから目を離し、しっかりと私に目を向け心を覚めなさい。その時私はあなたにハッキリと語り、導こうと主はおさられます。安心しなさい。私はあなたの愛するものをあなた以上に愛している。そして私は救い、命を与え、私の計画の道へと招いていくと主はおさられます。 God did work my good. God did work in my good. Oh, my good. Oh, my good. God did work in my good. God did work in my good. Oh, my good. Oh, my good. Okay. God did work in oh my good. アイスキーデりーリーハラ愛する天皇とさま、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。つわれたお一人一人を心からありがとうございます。また、インターネットで礼拝されている人,人一人を心からありがとうございます。ダウンロードした後から礼拝されている人一人を心からありがとうございます。今、からみ言葉行こうとしております。 精霊ご自身が見事を通して語り、導いてください。励ましを与え、慰めを与え、導きを与え、一人一人を、えー、生かし、自由にしてください。私様は語るものも減り下ります。どと語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください上からの知恵、上からの知識、上からの礼をとてをも持って精霊ご自身がご自由に語り、働いてください働いてください主をご自由に働いてくださり、癒しをこない、解放を与え、語りかけを与え、 主の御業を豊かに表してください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。心から主をあなたを愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン侵害しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目にも見られられた主イエスキリストに期待しながら見事に行きたいと思いますが、今日最初に見ていただく動画はですね。殉教、世界の夜。の ダイジェストエドはできましたので昼はもうね2回ぐらい見ておきますけど夜のダイジェストエドができましたのでそれを見ていただきたいと思いますじゃお願いします 2>, 2月5日長崎人教生会の夜の部を始めたいというふうに思います昼が終わって西高に完全な道が出ましたよね見た人ハレルー感謝しよう 「いつも主を喜ぼう」<music>「ここに立つ衆 言いましたならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいお昼も言いましたように私たちのこれから見るリバイバルは週末のリバイバルなんですね迫害と殉教の時代なんですそういう中ですごい働きを見ていくだからその苦しみを喜ぶだけの26世人が持っていたような まあ、天に対する確信、まあ、現実と言ったわけじゃないいな天の現実と周、まあ、主への愛と喜びがあるかどうかだと思うんですけどもつまり十字架を追うことが始まってくるとでその十字架を引き受けますかって言われた時に月セマのようにから学ぶことがあるんですよね。イエス様は十字架を追う前のゲスセマで孤独でした3年半って一緒にかけた弟子たちは悲しみは無理しぬほどなんだって初めてこのうちを打ち上げた時寝てたんです。 それだけ分かってほしいって人いませんかねあの人のところに行かないで十字架の質問様とかに行ってください本当にそこで今までないぐらい深く四が近くに来て力をくださいますいよいよリバイバルが始まります私個人的に思っていることは日本でリバイバルが始まるそしてそのリバイバルは世界に行くって日本人は世界に行かないといけませんカトリックはヨーロッパから来てくれましたアメリカからプロテスタント来てくれました 最近アジアから韓国から来てくれましたたくさんの人がこの地で殉教しました日本人は殉教者いっぱいいるんですほとんどこの国で殉教しました他民族のために死んでるのはないとは言いませんがごくわずかです日本人は宣教師に向いてるんですわかると思いんです適応能力抜群なんです神が頼もものんです全世界で起こるすごいレベルの爆発的なリバイバルにおいて神様はこの国の人々を使われます 本当に弱い力のない私たちを通して神様は働いてくださいます神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って目指えた人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています私大川先生のことを知っているのは二十歳ぐらいの時から知っているんですね主に言われたのはこの歌にはっきりと 焦点を置いい日本の教会っていうのは100人だと大,大教会なんですよね。でそこの壁を大川先生が次々とあの打ち破ってね今2,400人かなの先頭に立ってくれる人がいるとの2番目以降はですねその人が風邪とかねサタンの攻撃の一番激しいところを受けてくださいますから。 楽しんなんですね今皆様もいろんな問題とか困難がねあると思うんですがこれがね駅になるその後ろにある神の計画が現れる今日も朝起きた時悩みの中で起きた人もいらっしゃると思うんですねおめでとうございますそのことから神の栄光が現されますえまたですね いつまで続くこの地獄と思ってる方もいらっしゃるかもしれない。おめでとうございます。私たちはね、それがキリストに似たものとして立て上げてくださり、祝福に満たしてくださるということですね。で、我々は祝福されました。もう岡先生が言ってましたよね。英語で言ってましたよね。えっ、ー、と何て言ってましたっけ。 私たちは。<laughs> ウェルカム・ホーリー・スピリット、ご一緒しましょう。ウェルカム・ホーリー・スピリット、今日の集会は5月来てるわけじゃないですけど、最高でした。 マイナスはプラスになりますという信仰も素晴らしいんですけどマイナスそのものが宝であるということに長崎というのは原爆が落ちたところであります26世紀の問題もああいう形で完全のマイナス出来事でありますがあのことがこの町にとって日本の国にとってどんなに大きな意味を持っているかということを忘れないようにしてほしいと思いますガーディーズクレイジーアバウトユー 神はあなたのために気前のよいお方だと私が調べた中ですごいことを発見したのは「恵みと憐れみが神様にはあります」というんではなくて「恵みと憐れみが私を追いかけてきます」と訳せる言葉だと後ろから母親が追いかけてくるのちょっと待ちなさいちょっと待ちなさいこれも持っていきなさいもっとあげるから持っていきなさいって私いつも。 神様ってそういうお方だってね精霊なる神様がこの地上に来られたということは惜しげもなく精霊様を注いでくださったまさに God is crazy about という惜しげもなく気前のよい神様精霊様の半分よこしたんではないな精霊様のすべてを私たちに与えてくださった 精霊があなたに下る時あなた方は力を受ける力を受ける愛する力信ずる力伝道する力というねそしてあなたはエルサレムをはじめユダヤ全国地の果てにまで私の証人証人になるであろうギリシャ語をきちんと調べてみると証人言ん,んに正しいと書く「ウィットネス」というこの言葉は「殉教者」と訳せる言葉であると。 かなり小難しい仲介書の中には書かれておりますこの福音選挙のために命がけの人が必要で初めてリバイバルが起こるんだということを理解してほしいと思いますえっとマーニーさんはですね一人が100万人っておっしゃいましたよね日本だけではなくて全世界を考えつつですねまた大川先生とともに 3億人を超えるですね人々がね、疲れるように祈りね、求めていきたい,い、こういうふうに思いますさ。3億人って言いましたけれども、マーリスさん、一人を通して100万人で、300人ぐらい以上来てたんで、三百人以上来たんですけど、そしたら3億人なんですね。 だからあのおかしなこと言ったとは思ってないです、ね、それと日本け考えたいですが世界を考えたら3億人じゃ少なすぎると私は思っていますだから日本人を通してでも3億人以上救われてほしいなと思いますけども、えっと、ジョン・ウェスリーさんが今度来られてあの聞いたらです、ね、インドはヒンドゥー教なんです80%以上が破壊が激しい国で調べたらはあのキリストを信じること,を慕うことは困難な国で19番目が中国だったんですけど と11番目がインドのンドの上なんですよ。ええと思ってですね。で、ヒンドゥー教が80%、ただクリスチャンも10%いるんです。13億人いるからクリスチャン10%いるんですけど、1億3000人。日本の総人口より多いんですね。<laughs> で、本当に聖な値が起こってきたら、この終わりの時に世界におけるリバイバルの値なの中で、私は日本が持ちられるっていうか、持ちられないと兆字が合わないというか。 だから、本当にそれは起こってくると思っています。だから皆さん、ですねあの主に期待していただきたいと思います。あなたの存在がたくさんの人に救いと希望を与える。えー、私なんかって言わないでください。まあ、お互いは私なんかなんですけど、罪人だから。でも、そんな私を通して神様は、この場合の時にたくさんの人に希望と救いを与えます。たくさんの人が傷んでいます。表に出す人、出さない人、全く違いますが、出す人もいますが、出さない人のほうが実はすごい葛藤してたりする。突然 自殺したりする人もいますから、表面で判断しないで、あなたの存在を通して、たくさんの人が救われていきます癒されていきます、希望を生み出しますね。だから、信念を期待しましょう。それで今日のところに行きたいと思いますけれども、2章の2節を用いますね。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち私十字架につけられた方のほかは、何も知らないことに決心したのです。これはコリントの教会に送った手紙なんですけれども、パウロが書きました。 パウロはコリント教会の人々の中でイエス・キリストをしか知らないでキリストとは誰かだった時にパウロはここでは十字架につけられた方って言ったんですねイエス様とは十字架につけられた方その十字架につけられたイエス様以外知らないことに決心したって言ったんですねどうしてかというと一節から見るとさて兄弟たち私があなた方のところに行った時私はパウロは優れた言葉 優れた知恵をを用いて神の証を述べこれ間違いなくですね、優れた言葉や優れた知恵は、えー、ではできませんでしたというわけじゃないんです。パウロは超エリートなんですね。えー、サンヘドリの議員をしてましたし、えーあのまあ、向こう今で言えばもう学歴、職歴、なんていうか、全部超エリート、ねだから。だから彼は知恵もあった、知識もあったし、優れた言葉も優れた知恵も用いれたんです。 でも私はそれを持ちなかったそんなことをして神の証しを伝えなかったなで今言った私はそうじゃなくてイエス・キリストだけしかもキリストは十字架につけられたからその十字架につけられたイエス様だけを他は何も知らないことに決めたんだって言ったんですねなんで彼はいろんなものを持っていたのにそんなものはいらないと言って、ね、イエス・キリストの知ってることの素晴らしさの上に知り役だと思うって他の教えは言ってますけどもマ、ね、前の役ではね憤怒のように思うってことだね なんかどっちの F が好きかは別としてフンドのようにもう、フンドしたって感じですけどもあねフンドのようにも,もって書いてあるんですね。で、パウロはそんなものは本当にイエスさも知ったら虚しいと思ったんですよね。で、キリストの十字架に使えた方しか知らないことに決めたって言って、パウロはここで説教するんですね。で、あなたと一緒にい時の私は弱く恐れ抜いていたと。じゃあ、力強くやったかというと、彼は恐れと弱さの中にいたわけですね。 知識を引き揚したりなんかするんじゃなくて世でやっていくためにはそういうものを引き揚らすといいんですけどそうじゃなくて十字架のみを語っていくとやっぱりそういう恐れが来るんでしょうねそして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と道からの表れでしたと書いてある彼は説得力のある話し方ができたんです説得することもできただけそれだけの知識を持っていたそれだけの材料を持っていたけどそれは使わなかった十字架の言葉を語って 見たまとの力のあられって書いてあるんですよ。彼が説教した時精霊が働かれたんです精霊の力が働いたんですだから人々は救われたり癒されたり奇跡が起こったんですね頭で納得さないように知性はどうでもいいといませんね理解することは必要ですけどもそれを超えたところで心の中にもっと深く霊の中にそうなんだ本当に神みされてるんだ死になんだってこう もう理屈じゃないんですよこう深く入る精霊の値が起こったんですね。で、今日来てる皆さんは三密体信じてますよね。信じてない人いますかって聞、聞いて挙げにくいかな。<laughs> 三密体は、でも考えたら皆さん、理解した人いますかはいなんて言ったら、その人おかしいですよ。<laughs> 三密体は理解できないんですね。三つ別の存在なんだから。まあ、ペルソナって言うんですけどね。全く別のペルソナで、それなのに一つであるっていうんですね。これは信じてるんですよね。 あと、イエスキリストは100%神であり100、100%人である。そう信じてますよね。でも100%は100%だよ。200%だけど、100%だって言うんですね。訳わ,わかんない。<laughs> 信じてますよね。そうですよね。精霊が働いてるからです。イエスキリストは諸女マリアから生まれたんです。当たり前ですよね。何言ってんだ今、今さらって思うかもしれませんけど。でも考えてください。なんで諸女が見守るんですかありえないじゃないですか。 精霊が働いてるから信じてるんですよ。そうですよね。2000年前のあのキリストの十字架が私の罪の身りだったと皆さんも信じてるでしょ。それをやったらさっきのヨハネ君みたいにこうそれを思うと歌えなくなるほど感動するわけでしょ。でもこれ精霊が働いてるからでそうじゃなかったらばじゃない <laughs> そうですよね。精霊が働いたからですよ。パウロは語るときに説得したんじゃない。知識で 論破したんじゃない、三との力が現れてくださったんだって言ったんですよね。これがすごくポイントなんですよ、三との力のあれが。そしてそれはどうしてかって言ったら、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に伝えられず、神の力に支えられるためでした。人間の知恵じゃない、神の力によって支えられるためだったと書いてあるんですね。神の力によって支えられているとき、簡単につまずきません。 で神の力にさせるれためのであったと言ってるんですねじゃあパウロはなぜイエス様の十字架だけをしか知らないことに決めてイエス様のエスキストだけを使えるしかも十字架に使えた方を伝えると言ったのかなぜそんなに彼が学んできたもの経験したものを虚ししと思ったのかってことなんですよねそれはキリストに本当に出会ったからなんですけどどこで出会ったかというとダマすこと以上なんですどういうことかというと彼はユダヤ教だったんですね、まあ、もちろんユダヤ人だから熱心なユダヤ教だったんですよ もう立法についてはパリサイ人と責められるところがありませんって書いてあるんです一度言ってみたいですよね立法については隠れたい責められたら逃げ出すしかない穴があったら入りたいなくても掘って入りたい <laughs> 一度言ってみたいですよね立法についてはパリサイ人と責められるところがありますんすごいなと思うけどパウロは本当に真剣に誠実に立法に従って生きて喧嘩に来ていたんです そしてユダヤ教バリバリのユダヤ教だったんです。だからクリスチャンたちがイエスがキリスト、救い主ってことね。ねイエスが救い主、キリストなんてイエスは自分は神だ、まあね、神である、人であるって言ったんですけど、そんなことは許せなかった。それを信じてる人たちってのはとんでもない異端だったんです。だから彼はそういうやつらを殺せってことで迫害をして殺そうとしたんですね。そしてその意欲に燃えて神に従ってると思って、それが正義だと思って、正しいことをしてるんだと思って。 単なるなですよ神にあって正しいことをしている。これこそが神の正義だと思って、ダマスコに向かってクリスチャンたちを捕まえて殺そうと思ってつくんだ。実際あの、ステパノが殉教するときも、ね、若かったから石は投げないで着物の番をしたんだけどね、もうやれやれと思ってたんですよね、まあ。あんまりうまく私が真似すると人格を疑うかもしれませんけど、まあ、激しい神がね、やれやれと思ったと思うんですよね。つまり、それが神にしたことだと思った。彼は本当に神様に熱心だったんですよね。ところが、 光に当てられるんですね。れ倒れるわけですよね。その時にね、声が聞こえた。なん私は破壊するのか、あのしあ主はあなたはどなたですかってびっくりしたんですね。自分は神に従っていると思ったのに光当てられてち、ね、えって言ったら、そしたら、あなたが破壊しているイエスであるって言ったんです。面白いのね、ちょっとね、脱線しますけどね、クリスチャン破壊したんです。でも、あなたが破壊しているイエスであるって言ったんですよね。あなたが破壊される時まあ日本では今まだ少ないけど、 でも本当に神に従うと思って、蓄えされますよ、ね。日曜日休めないでしょ、日本の企業って、簡単に、ねあの。本当に神、ただ、偶像礼拝できない、あのまあ、今、だいぶ変わってきましたけどね、昔なんかね、あのキャンプインするとき、必ずねあの、お参りするんですよね。ねで結束力のある企業なんか、みんなでお参りしたりしますよね。これ負けが続くとね、神の師ン,ンで塩まくんですね、ベンチにね。 私はすみません野球だから言うけどサッカーでみたいなもんですよ。それに拒否して、外国人だけはいいんですけど、日本人はみんな行かないといけない、チームの輪を満たすとか言われるんですよね。そんな時にね、いや、私はクリスチャンですから行けませんとか言ったらね、ややこしいことになる。本当に今、日本でもね、日本は全然、迫害はやばいですよ、今は。今はね、これから厳しくなりますからね、きっとね、あのリバイブル起こるから。でも、何かあったら、そういう時に、本当にあの神様をね、選ぼうと思うとね、やっぱりスペシャル。で パウルは本当に神様を信じたがって神がいるだと思って破壊してね殺そうと思ったんですよね。星守光に与えてね、ああ、だかイエスつまり、皆さんが破壊されるとき、自分が破壊されると思わないで、イエス・キリストに対する破壊なんですよ。で、キリストに対する破壊を一緒に引き受けてるんです。これはね、主愛している人にとって喜びに変わります。言ったことありますかね愛する者の,のために苦しめるって喜びなんです。本当に愛してたら。 本当に愛していた,たら、愛するもののために苦しんだら逃げていきます。さようならって <laughs>。でも、本当に愛してたら、愛するもののために苦しむことは喜びなんです。愛する者がもし何かで傷んでいたら、わかりやすいますよケーで苦しんでいたら、そのケーの一にを負担して助けてあげれたら、喜びなんです。本当に愛してたら。そうじゃなかったら、なんで私がそんなために苦しむようならってなるわけですねははね。 だからクリスチャンに対する迫害ていうのは、実はイエス様に対する迫害だから、からこれはね私じゃない、キリストに対してなんだと思ったときに、ね、全然変わってきます、意識がね。ちょっと脱線しましたけどね、そうなんですね。で、パウロは、そうやってるときに、私だって言われたときに、ね、えー、と思ったんですね。自分は正しいと思ってたけど、間違ってたんだって。本当にこれこそ正義だって、これこそ神様が喜ばれると思ったことが、実は神に真っ向からぶつかっていたんだ。間違っていたんだって言ったときにね。 彼は本当に抱えたんで、いけど、3日間ね、彼はね目が見えなかったんですね。で、アナニアという人が来て、初めて彼は見えるようになるんですけど、そこで変わるわけですね。で、彼はそこでね、知ったんですよね。ああ、イエス様しかいない。この方は、この十字架があったから、私は救われたんだ,だって、本当ならもう、彼の立法からいくと、とんでもないことをしたんですから、殺されますよ。死なななきゃいけない。 本当にこのエス様が許してくださって十字架で許してくださったんだって分かったから彼はその後命をかけてくるんですね。きょうは実はね、今日から十字架シリーズをやろうと思ったんですね、復活祭が3月30日だから、最初今日は一番最初の言葉をしようと思ったら、ここが示されたんですけど、実はこれはね、きょうの、ね、ルカの23章の34節見てください、パウロはここのところね、ちょっと大事なところなんだルカの23章の34節これ十字架の一番最初の言葉。 うんこう書いてまですねその時、イエスはこう言われたこれ十字架の七つの言葉の一番最初の言葉なんですね。一番最初は、ねアバ、父から、アバ、父よから始まるんですね。アバってお父さんに呼ぶ人じゃないんです。父なる神かって言われるす。アバ、父よ。彼らをお許しください。問いなしからの祈りなんですよ。七つの言葉の最初は祈り、アバ、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからない。 彼らってのは今日は話しませんが、以前の説教したのを覚えてらっしゃる人がいるんでしょう。いろんな人たちがいたけど、そのどの人もです。だから私たち一人一人のためにあった彼らを許してくださいって、私たち一人一人、あなたのこと、私のことを許してくださいってエス様メとさった。で、この時彼らは自分で何をしているか分からないんです。彼らは何をしているか自分,で分からないんです。分かっていないんですって。罪を犯しているとき、分からないんです。それが悪いと分からないんです。 罪だと分からないで犯してるだだから許してあげてくださいって言ったんですね。パウロは自分は正しいと思ってた。神に喜ばれると思ってた。神を愛してると思って突き進んでいったんだけど、実はそれが神に真っ正面からぶつかり、それが罪だったということに光に照らされて初めて分かるんですね。人ってね、自分の罪が分からないんです。なのに面白いことに人の罪は分かるんです。<laughs> 何人かうなずいておられますね、正直です。<laughs> えー、自分の罪はわからないんですね。いや、そんなことはね、私わ分かってるわって言った人ですね。それがあなたの罪です。私たちってわからないんですよね。自分は正しいと思うんですよね。あるいは言い訳をするんですよね。いや、でもとかね。だけどとかね。 そういう時ってね、本当に自分の罪を、ね、受け止めきれてないって時なんですよね。わからないんですよね。ジェス様は、あなたが罪が分かったから許しかせたじゃないんですよ。分からないでいる時俺は正しいと思って実は罪を犯してる時罪なのに罪だと思ってない時き、日本人は一番多いのはみんなやってるじゃないかってやつね。その時に、あなたのために死んでくださったんです。彼らは何をしても分からない。だからこうして私も殺せる。 でも神様、私は喜んで死にますから許してあげてくださいって。深いですよね。よく人を許すって時にね、いや許すも許さないもないだろう、向こうは許してほしいと思ってない、悪いと思ってないじゃないかって人いるんですね。十字架を見上げてください。イエス・キリストは私たち罪人である人間が100%罪人です。その人間が俺は悪いと思ってなかった時。 こう言われたんですカエラは何をしてるか分かってない、全然罪だと思ってない、でも彼らを許してあげてほしいって、罰は私は全部引き受けますからって、深いですよねあの、いつもいつも私がね説教しますけど、トマス・ムーティーも天国帰ったんですけどね、トマス・ムーティーっていうね、えー、っとケニアだったっけ、トマス・ムーティーっていうね、 え伝道あのね、当時2000人の教会だった僕の人は例の高いの歌なんですけどね、ねもう手に帰られましたけど、来た時にに、ね、言われました。あのー、新学生の時にに、ね、ある900人ぐらいの村,村に行って、ねね、英語ができたから、英語で、ね、イ,スカイスラム教のところに行って、ね、伝道したんですって、まあ、誰一人身を傾けない。まあ、断食を通し、例の高い歌だから例の高いおしゃくりをしばいろいろあったけどだめだったっ、ね。そしたら神様が語ってきたんですってホギブネス、ホギブネスって許しなさい、許しなさいってね。 えっと思ったんですって。というのは、彼が伝道師に行ったらね、あの彼に石が投げられた、まあ、それぐらい賛ム教だと怒るでしょうね。それで、それの次、家に火をつけられた。<laughs> そういうことが度重なった。でも、神様許し,許,し許しなさいってえ許しなさいって、神様こう言ったの。いや、許しなさいって、彼らは自分は正しいと思って、賛、ま、否、あ、教だからね、正義だと思ってる。自分たちは神様に正しいと思ってやってるって。許しようがないじゃないですかって言ったら、ね、言われたんですよ。いや、信仰によって許しなさいって。私は十字架で 人々が自分の罪がわからないときに許したんですよって許しなさいって言われたんですよエトマスムティねわかりましたって言ってね許すんです許しを宣言するんですそしたらね神様はねじゃあ愛を示すのにええー、とか言ってね帰るのに近づけない帰るのに手,手,手を近づけない、ね、バチーって叩かれるで <laughs> 帰ってまた許しますって言ってそれでまた行くんですねそしたらね本当に一人救われるんです本当にボアゲンするんですよ そっからだだだだだだってその村を救いれて900人全部救われるんです。これ、現実に起ことった話なんですよ。彼が進学生のとき、そういうことを体験したのその後本当の選挙に入ったんですね。許しってね、十字架の力を解き放つんです。いつも言います、十字架で解決できない問題はこの市場にないんです。十字架で勝利しないことなんて、この市場には何一つないんです。 でイエス様は人々が罪だと分かってないときにで、パウロもね全然自分を大したとっても突っ走ってたんですよね。クリシャンを殺すと思ってね。正義感に燃えて、神にしてってると思って、そしたら光に当てられた。そして、自分は間違ってた、あったかったの、これ、精霊の助けですね。あったかったときにね、なんて俺は愚かだったんだと思ったんですねで。パウロの立法から行くと、もう死ぬしかない。ああと思ったときに、 許しですよなんで迫害するのか許されてるんだって愛されてるんだって皆さんいいんですかさっき言ってました悔食い改めってねよくね知らない人が断言とか言ってねテレビとかで、ね、否定的に暗くやるでしょ騙されないでねあれはサタンの惑わしです断言って言葉がよくない間違ってないんだけど非常に日本の場合断言って暗い否定的なイメージがある食い改めっていうのは向きを変えることで根本から向きを変えることで 精霊にある喜びと救いと命をもたらすんです。悔い改めほど祝福に満たされているものはないんです。悔い改めたとき、許しがやってくるんです。もうすでに許されているんだから。なぜ許されているときにクリスチャンが明るくないか知ってますか適当に悔い改めているからです。適当に。本当に神の前に悔い改めると、許しがやってくるんです。母として、父として、妻,あ父と,して妻として、夫として、子供として、管理者として、 ねあのー、支配されてってうのカバーされてもとして、いろんな形で私たちは罪があるけど、その罪を本当に悔い改めたら、許しがやってくるんです。だってもう許されてるんだから、許された時の喜びって知ってますか自由ですよ。人に何か言われたら、えっと、罪は罪だからねあ、本当にその通りですって言ってくださいね。そこで逆ギレしたら、本当に悔い改めてません <laughs> いや。全くおっしゃる通り、その通りですって。ねね、だけど、自由なんです。 悔い改めってすごいの、ね、でパウルは知ってたんです。これほどの知識を持ったり、これほどの立場があり、本当に真剣に誠実に生きてきた彼だけど、間違ってたって分かったんで。彼から言ったらもうしなきゃいけないんだけど、ああ、許されてるんだ、愛されてるんだって、本当に分かったん。その時に、今までやってきたことは、チリアクタのように思う、フンドのように思う。 ああイエス様がすべてこの方を知ったらそれでいいっていうだから彼はこのコリントの教会ってすごい祝福されたんだけど問題も山ほどあったんですそこに向かって私はあなた方の間ではもう知識や知恵は使わない十字架のキリストだけを伝えるって言ったんですよそれ以外に解決がないでもこの十字架を知ってたら解決するぞって言ったんです皆さん手に負えない問題があなたの前にありますかあなたの人生にもう自分では手に負えないことがありますか パウロ僕じゃないいけどおめでとうございます <laughs> イエス、キリストの十字架どうに来てください。そして、人の罪ではありません。自分の罪を真剣に悔やためて、落ち込むんじゃありません。許されてる喜びには満たされてください。精霊に満たされてください。パウロは、本当に自分の罪に気づいたとき、3日間目が見えなくなった。でも、その後と、あんなに言られて解放されて、その許しを受け取って精霊に満たされたあと、早速、キリストの別れを始めたんですね。 面白いですよ彼が始めたときね、エルサレムに帰ったらね、クリシアンは信じてくれないんで、本当かなとか言ってね、だからバルナマを連れて行って、やっとみんながねあの、受け取るっていうくらい、それぐらい危害が激しかったんですよね。で彼は罪人の貸しだと言ってます、自分のこと、ね、で、彼はね、自分はまさに戦期というの罪人の貸しだと言ったんで、私は若い頃ね、汚い野郎だと思ったんですね。<laughs> <laughs> すいません、パウロさん。<laughs> あんまりパウロ好きになれなかったで、ね、なんかね、なんかね。でもね 私は分かっているのは本当に心の底からの迫力ですよ。誰よりも一番生きてた、誰よりも一番正しいと思ってた、それこそが神の最も意味がけたことだった、自分は神真っ向から裂かれてた、その罪がキリストを十字架につけたんだって分かったんですよね。私が十字架にキリストをつけたんだって分かったときに、彼は許されたことの喜び、愛されていることの喜びにあふれたんですね。だから、本当に一番罪との頭だって。 だけどその私は許されてる、愛されてるって知ったの、だからそのキリストをもう伝えてはいれなかったんですね、そういう喜び、そういう許しの体験、そういう愛を知ってますか、皆さん。ほどほどにそこそこにくりくり改めしてるんじゃないですかね。 いやー確かにさ、私はた叩けば誇りは出ますよ。あなたも私もみんな罪人ですよ。本当にすいません、神様、あっちもこいつもやってるけど、私もやってますから、すいません、許してくださってありがとうございますっていう人に何か言われたら、なんかすごく逃げたくなるか、逆に腹立つか、そういう悔やためですかね。いや、そんなこと言われたってできないってできないんです。 食いすすらでできないんです私は牧師をして36年かなクリスチャンになって22、えっと、歳の時だよね22歳の別れってた当時流行ってたからその時にクリスチャンになって、えっと、42年かなあのまあンしてからね生まれた時からもうクリスチャン本ムだったと安田さんも知ってましたけど分かりますけどねクリスチャンのためってね人ってできないですよね。 悔やためできない人手を挙げるとは言いませんけど、心の中で手を挙げて、お友達です <laughs>。落ち込まなくていい。どうしたらいい精霊が来たときで、精霊の助けがないとき。精霊様が導かれて、だってパウロは光に照らされて、神に照らされて、光が当たられたときに、声を聞いたん、どうしたらいいのえってって、誰ですかってたあなたを返して、イエスだって言て、へえってそこで分かって、悔やためた。精霊によって悔やためた、世界の中でね。 生霊が来るときは私に書いい止める。で礼拝になって来るときは、ね、教会にはキリストは見せてるんです。そう書いてあるから。でキリストは見せてるとか生理を見せてるんです。いいですよね。あの人に言われたらね、な,んか,なかなか人と食い止められないんですよね。当たってれば当たってれるほどうなでてくれてる人、お友達です。感謝します。<laughs> あの夫の方々賛成してくれませんか妻に言われたら当たってないときは別に笑えるんですけど、当たってるときは。 カチンと来たりしませんかお前が言われなくてもいいとかって <laughs> <laughs>、ねね。奥さんのことは私は分からないか言いませんけど、いや、そうですよね。人間って悲しいな。それが罪となんですね。でも精霊の止まれるとね、本当にうれさいって思うんですよね。そして十字架の恵みが、ね、染み入るんです。 こんな私のために私に連れかさった、しかも許して今も愛してくださって,て、しかもね、こんな私を持ちられていいんですよ。おもりじゃありませんよ。喜びですよ。自分の存在が人々を祝福する、自分の存在が誰かの益になるって、こんな嬉しいことありませんよ。賛美する人も賛美を通して誰かが癒やされたり、喜んでくれて嬉しいでしょ。説教する人は説教して誰かが救われたり、なんか励まされて嬉しいでしょ。明かしたときでも。 何かやったときでも、なんかそれで、人間ってね、受けるのももちろん嬉しいんですけど、それ以上に与えることが本来嬉しいんです。神に捨てて作られてるから。早く過すぎたかな。人間というのは、受けることも嬉しいけど、それ以上に与えることが喜びなんです。神に捨てて作られてるから、本来は。本来はそうなんです。えっさまを知って、私は本来の姿に帰ってきたから、喜びなんですね。いやね、清流の友とね、本当に罪を犯ってくれてもすでね、出会うことなぜでかといったら、それがね、 現れてくるんですねもちろんどこに立って神様望んでくださいますよでも教会に来た時霊拝に来た時にねキリストさ満ちてるからね望まれるんですよ本当にそこでね精霊から来る子やた来るとね喜びがあふれるんですよ感謝があふれるんですよそしたら1週間生きていけるんですよね,ね世の中でこれねこれはでパウロは本当に自分は分かったってことがあって喜そのあとねだから 十字架がの,の十字架ですよでもこの十字架は聖霊が働かない限り分からない。だから十字架を訴えたときに分かってもらえなかったと思っても、なんかね、あの分かってもらえなかったも別にあの落ち込まなくていい。分かりっこありません、精霊が働かない限り。でもね、三鷹様が望むとに分かるんです。例えばね、面白いんですけど、あのペテロは、ペンテゴストの日に聖霊が望まれたときに最初にした説教は、それまで怯えて隠れていたペテロが、 ユダヤ人に向かってですよ、彼らを殺すとしてユダヤ人に向かって立ち上がって、はっきりとこう言ったと書いてあるんです。一番最後はね、あなた方がこの方を十字架につけたのですあなた方がキリストを殺したんですって言ったんですよね、指差して、おそらく。殺してくれって思うのもんですよね。<laughs> って言ったら、ものすごい勇気と大胆さですよね。ね生理の臨まれたそしたら、人々は悔い改めたと書いてあるんですよね、救われて。生理が与えたから。 つまり精霊が働くと十字架の言葉は人々を生かすし、美意に分かるんです、でも精霊が働かないと分からないんですね、だからこの十字架のことを語るときっいうのはね、もう神様に頼るしかないんです、だから彼はたくさん知識を持っていた、ね、そして説得する力もあった、おそらくそういう話事としてただろう、でもそんなものは虚しい、そんなものは使わない。 私は十字架しかキ、キリストを十字架に使けた方のしか知らない、もうこれでしか語らないと言ったんですよ。それが人を救うことをしてたから、それで救われないものはないということをしてたからです、ね。その十字架をね、私たちはね、ね知ってるんですよね。えー、っとね、もう時間来たから終わらないといけません最後に一つのお話をお話します。うんと昔ですけどね、結構有名なんか、ね、有名なテレビ局のディレクターをした人がいた。その方の奥さんがいました。 でえー、とってもいい新婚生活をしたんですけどしばらくだってご主人がとっても忙しかったあまりにハードだったんですねで一つの番組任されたかなんかでねあのディレクターかなんかでねで生活も合わなくてね奥さんが乾くんですねでもう離婚しようと思うんですねその時にその奥さんのお友達がクリスチャンで教会に導かれて教会でいろんな話を聞いてエスさんも信じてで教会行くようになったそしたらご主人は都合がいいと思ってますます <laughs>、ね、あの忙しく自分の世界に来てる。 そしたらですね奥さんが、ね、やっぱり無理だと思ってクリスチャンにはなるんだけどちょっともうこの人と一緒にやっていけないと思ってねやったそしたらさすがにほん本気で離婚考えてたか,かったときにご審が慌ててね奥さんと話したんですけどあるときご審と奥さんが話したときに次の、ね、奥さんはね切れちゃってねブワーッてね今までたまにたまったこと言い始めたらガーッてね,ね、まあ、それはあのたまに切れることありませんか。<laughs> クリスチャンだかららないいっていうのは素晴らしいですすしていますでも成熟の過程の途中で切ることがあったらね、えっと、ご主人はあの受け止めてあげてくださいその時ねご主人はですねもうあのいい力がなかったんでしょうねかっこいいもんじゃなくてもう単純にもういい返す力がなくて黙ってね聞いたんですってあの聞いてない方っ,って聞いたんです黙って聞いたんですって一通りバーって言ってたうちにふっとね奥さん思ったんですって十字架の S さんみたいだって。 イザース53章小栗場に聞かれてゆく羊のように彼は,かか彼は口を開かなかった。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 って書いてあるんです。口を開かなければ喧嘩は成り立たないんです。奥さん、ばーっと話しているうちにそのうち、ふっとその言葉が来たんですって。もちろん、ご主人はじゃないんですよ、その時まだ。でもね、それを見てね、なんかね、本当に様のことを思ったんですって。その時初めてね、私が悪かったと思ったんですって。 精霊ですねで彼女は本当にそこで悔い改めタメで弟様を信じたんです。今度は本物のクリアになったんですね。そこからね、実はご主人も変わるんです。もうちょっと時間がないから走りますが、いこいクリアアタメになるんですよ。非常に祝福された家族に変わるんですよね。真実なクいアってね、許しの力を解き放つんです。許しの力はね、どんな問題も解決していくんです。 十字架の力が解き放てれるから,から、ね、あなたは許されています。自分の罪を聖霊の助けをいただいて認めて悔れ、あたいましょう。それはすごい喜びと命になります。あなたは完全に許されています。自由です。本当にその許しを受け取って、神様と共に会いましょう。神様はあなたを自由にして生かしてございます。 この夫婦はね、素晴らしい夫婦に変わったんですよ、教会の口調にね。パウロは命をかけてキリストを伝える人に変わったんですよ。聖書のうちの、新約聖書の大半はパウロが書いてある13手紙書いてますけどね、書いてるんですよね。ねえー、本当に十字架の部分なんで。で、最後にね、あなたが愛してる人がいて、また救われてない。いっきも使えてないけどね。でも、一つ、信じてください。何をしにかって。パウロに光が当てられたんです 性の助けの中で彼は悔やためたんです。罪が分かったんです。そうですよね。ね神様はその人に性の光を当てないと思いますか信じましょう。必ずあなたはあの人はあおれんで、その光を当てだって面白いですね、エルサム教会最初はパウロは、ね、救われたって言ってね、でもね、死ななかったいや、あいつはそんなわけないだろう、そんなわけないだろうって、それぐらいパウロはクリスチャンになることに考えられなかったんです。 あなたの前いませんかあなたクリスチャンになったら地球が逆回転する。あなたクリスチャンになったら私でも水を歩ける。あなたクリスチャンになったら逆立ちして世界一周してあげる。そう言いたくなるような人いませんか救われます。これからリバイバルがやっていきます。精霊がその人に手を伸ばしてくだされば、精霊がその人に光をそがれば救われます。罪がわかるから。 精霊が与えてくださればで、あなたは許して、そして愛してください。そしたら精霊が働かれますから。からね、その時にね、神が働かれます。これからね救われてきますよ、人がどんどん。なね、嬉しいんですね。なんとかしててもいいと思ったんですけど、なんかね、今変わったんですあ神がなされるんだなって。パウロはね、今でこそすごいけどね、考えても、この時代生きてたらね、 あのパウルをさえなければ楽なのにパウルはもう本当にああパウルが来たーってねエリサム教官たちもパウルが来たってねみんな逃げてくるんでパウルが追いかけてって違う違うパウルがったふわけないだろうわっていや違う違う本当だって言ってね <laughs> 考えてみたらあのパウルが救われて人になったんですよ知っておりますかあの人もこの人も精霊で働いてこのワインの時代リバイバルを行うとした時に救われますよ だって神様、愛なんだから、あなたがあの人を愛している以上に愛しているんだから、信じましょう。握くしないで、焦らないで、信じて、あなたは許して愛してください。必ず救いやっていきます、ねえー。お祈りしたいと思います。天皇とさま、みことをありがとうございます。あなたは生きておられる神、そして十字架で私たちを完全に許してくださった神、本当にありがとうございます。 あのパウロが光に照らされて自分が間違ってたと本当に分かってエス様3日間目が見えなくなりましたがあに会ってもらった後本当に許されて愛されていることを知ってエス様十字架のエス様以外知らないことに決めたと言って福山でごさいました私たちもこのエス様の十字架を知っていますあなたのこの十字架って許されました今も愛されています私たちは自由です本当にありがとうございますそのの恵みの中を 人と共に歩みそして本当に私たちを通して神様が人々を許し愛することを具体的に愛してくださってたくさんの人々が主の救いに預かり救いに預かっていけれに、どうだあなたがご自由に働き導いてくださいこの終わりの時代これから素晴らしいリバイバルがこの長崎の地日本に全世界に残ることありがとうございますその時私の教会を私たち一人一人をあなたが用いてくださることありがとうございます許されている喜び愛されている喜び 本当に罪とに好きない私たちを許してくださってありがとうございます罪がまだ分かってなかった時にすでに許してくださったことをありがとうございます私たちも許しますなぜならあなたは許してくださったからですその恵みの中を会いましてください感謝しますありがとうございますお祈りをしたいというふうに思います罪があると祈りが聞かれませんのでまず食い渡りをしましょう 言われました何をしてほしいのですか今、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気が治ってほしい人は体に傷んでいるところに手を当てて、心に問題を感じる方は胸に手を挙げて、霊的なものを感じる方はお腹に手を当てて、自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべていきましょう。どんなに離れてもそこに手を伸ばしてください。境内のことから、お仕事のことから、人間関係、学業、この後を導き、どんなことでも結構です。 自分のことでも家族、事のことでもあなたの心の願いをその願いを今主になりましょう。ここにキリストは見せておられます。このキリストは必ず答えてくださいます。私もになります。心はしになりましょう。天のお父様イエス・キリストの名によって恵みの代に出てまいりました。ここにミストられキリストは人々に触れ語ってさま癒しを与え、解放を与え、解決を与え、言葉を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を 癒っされよ。痛みを消えて、なくなれ。喉から、首から、背中から、膝から、肘から。痛みを。消えてなくなれ。痛みの根本の原因に聖霊様がくださり。根本の原因を。癒っされよ。痺れを癒っさなってめでる。そこから。手足の先から、首から。足から。今やっさなってめで消えてなくなれ。 肩から太ももにかけて、ぐううっとしびれている方、痛んでいる方、今、手が触れてください。手を取っておいてください。よっしゃれよ、えー。このことに関しては、ちょっとどうしていいか分からないという方、大丈夫です。まず、悔い改めなさい。そして、私に聞きなさい。私ははっきり語っていこう。人を恐れてはいけません。私はもうあなた、を許しました。それ、人を恐れずに大胆に出ていきなさい。 私はあなたを自由にするそこから解放すると知られます新しい場所を用意しましたあなたは今思っていることを一旦私の手に完全に明け渡しなさいそして私の命ずるまめに行きなさいそれはあなたにとって死を意味しますが死ではありません命ですあなたが失ったと思ったものを最高の形最善の形であなたは取り戻すでしょう忍耐を働かせなさい 私はあなたに働きを用意していると知られます。すごい恐れがあるからですね。これは霊的なものです。全く愛を恐ろしめ出す。神の愛で満たしてください。恐れを。イエスちゃんと目指すその人の力。恐れを。出ていけ恐れを持たせたらスわれってその人の力。されキリストちゃんと目指す恐れを。恐れを乗よ。その人の力。され統合失調症。イエスちと見せる。イエスちんと見せる。イエスち 不安神経症、パニック障害、躁うつ病をエステマットメ完全にやっされようつの例、うの例、その人の力、出ていけ頭部聴も出してきたら、足を聞かれたり、エステマッその人の力、出ていけある方は予言を語りなさい、予言を忠実にするだけで、えー、自由になるとしられます。経済のことに関して戦っている方がいますが、私はあなたが戦っていることをよく知っている。 もう自分で座わなくていい私がそれを座います私に完全に明け渡してそして私の導くものにしなさい無責任という言葉を何回言いますがもうあなたはそれ以上引き受ける必要ありません大丈夫です私がきちんと責任ある処理、えー、と,勝利,と勝利を与えるとしゃいますある方はなんか仕事をするように命じられていますであなたが選ぶのではなくて私が選んだ仕事があるでこれはあなたにとって証しする場所となり あなたにとって訓練の場所となる私はそこであなたを立て上げまたあなたを通してたくさんの神の業、救いの業逆転を与えていこうとしられますあ、謙信を招かれている方がいますその方は恐れずに人生を捧げなさい私はあなたを通してこの場合の時代に力強く働きたいあなたは世界のあらゆる国々に行くようになるとしられます再謙信を招かれてる方いますその方もあなたを捧げなさい 私はあなたを世界に使わそうとしようとします。感謝します。ありがとうございます。リュウマチをエスマって命ずる。完全に癒されよ。あら、えー、視野がかけてきた方、白内障、緑内障、エスマって命ずる。完全に治れ。糖尿病、エスマって命ずる。癒されなさい。四十肩、五十肩、六十肩、エスマって命ずる。癒されよ。肩を回せるようになれ。 あげれるようになれ。痛みを消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。えっと、膝ですね。膝がなんか痛む方。足の指の方がお調子のおかしい方。今、足を触れてください。今触れてください。エッサン止めて。っされよ。あと、奥歯が痛んでる方、えっと。私は何度も癒しましたが、きちっと、えー、処理をしなさい。私は今日も癒そう。しかし、それで。 きちっと対応しなさい。イエス様ってめする奥歯を完全にされよ感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメンまず、瞬間謝しましょう。ハレルヤー。はい。えー、っと、何か聖霊様に振れられたな。癒されたな。何か変化があったなって思いますか具体的に。ですかね。はい。天父様、聖霊様は長崎教会の礼拝でも豊かに働き、 速の変化と奇跡を表していってください。これからお願いいたします。今あちこちで起こってますが、ここでも起こってください。いたしますオンラインのような方ね、あちこちで起こってますけど、ぜひ連絡ください。それじゃあ、私がさハリウッ賛をしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願けば、主イエス・キリストの恵み、主なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々ともに、一同とともに、今もの地元越谷までも豊かに、限りなくありますように。 どうぞ、お知らください。お知らせお願いいたします。